ちょっとかくれんぼやってたんですけど、残り3つはシークレットランドにあるらしくて、シークレットランドに先に行かなくちゃいけなくなるってことは、先にシークレットランドやってきゃよかったやんっていう話です。わ、こんなになってるやん、1個ずつ。でもまたあの右側のあれ見たことあるけど、あれが最後って、あれ面白いな面白いなって僕確かに言ったけど、あ、やっぱりお金貯めといてよかった。最初からこれやっちゃおうかな。これは最後にしとこう。もうお金あるけど、お金があってよかった。で、ここは、おお、初めてよ。めっちゃ元気そうだけど、30個。この一番最後のあれ面白そうって思ってたよ、あの四角い立方体の片方一箇所だけをテープで留めたやつ、あれで遊んだって言ってたけど、あれ前やったからさ、しかも中途半端な、中途半端って言ったらあれやけど、ステージでそれがまた最後に来るっていうのは、ちょっとシークレット感がないんじゃないかなとは思いながらも、ここの今見えてるそれはやりたい、すごくやりたい、何かわからんからすごくやりたい。え、一個ずつ行く感じ、この人贅沢やわ。じゃあこれ、え、全部開放しよっか、これ先に。ここが踏ん張りどころやって、これってチラッ、あ、でもこれも隠れあるんかな、隠し探しあるね、右側に見えてるもん。いややわ。うん、じゃあこれはまあ一回ここで解放動画って感じになっちゃうときついね。でもまあ解放動画やね。なんかいけないもんだとか、右にクリアしてないから、どういう動画なんやろ。まあじゃあここクリアしたら解放動画撮る感じにして、ここは一回解放動画プラス、いや解放動画やな、これは失礼いたします。